お風呂入ったまだです。まだ。そういう今日はイベントの練習めっちゃして、カラオケもめっちゃ歌いましたね。なんかカラオケ歌いたい気分になっちゃって、踊ってたらで、カラオケを歌ってました。カラオケってなんかいきなり、そう、一人でカラオケ歌ってました。そうで、ずっとそのあれ、今日汗かきまくって前髪がちょっと油ぎっしりなので上げてます。髪伸びたらって、そう、でも言ってこの間美容室行った時に、この毛先切ったところそんなに伸びたまではいかないかもしれないけど、そう、今日メイクいい感じでね、今日ね眉毛しかやってないんですよ。そう、今日汗かくかなと思って一応眉毛描かないとと思って眉毛だけ今日朝持ってったんですね。でレッスン上で朝描いて、いや、やっぱ描いてよかったなと思いました。レッスン中もね前髪上げたりしてたので、そう、今日はこれからお風呂入ってすぐ寝ようかなと思って、スギリンさんありがとうございます。ありがとう。そう、爪も変えないと。でもこう見たらめっちゃいい感じになってる、ね、ちょっとこの長い感じでやってみようかな。これはちょっと紫っぽいの。のんのんさん、のんのんさんのやつでやったんですけど、かわいいけどちょっと薄いから、あれ、明日のイベントのためにネイルを塗り替えたいと思います。のんのんさん元気。いや、もうめっちゃ元気ですよ。めっちゃ元気。週、もう本当に週5ぐらいで会ってるくらいに会ってますね。ゆきちゃんも元気だし、ゆきちゃんは週1とかかな。2週間に1回は絶対会ってるかな。そう、ま、ジャパンさんありがとうございます。ジャパンマエさんありがとうございます。もろこしさんありがとうございます。そう、本当に仲良くしてくれて嬉しいですね。本当にのんのさんとね週5くらいで会ってる。そう、今日は朝に、朝7時、6時50分とか6時40分とかそのくらいに起きました。朝で、そっから今までって感じですね。そう、なんかカラオケさ、あの事務所とか、事務所にあるんですけど、あの AKB の曲以外も全然歌っていいんですね。
でもさ、なんか聴いてる曲たくさんあるけど歌うまでの曲があんまりなくて、なんか何歌おうってずっとなって時間が経ってましたね。そう、だからなんか最近流行りのおすすめ曲みたいな欄があって、それを見て、あーこれ知ってると思って歌ったりしてました。ドサンコトントンさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、普段ね、あのアイドルの曲しか聴かないって言ったらあれだけど、なんか最近あれなんだっけ、あのイヤホンが壊れて聴けないんですよ。で今お姉ちゃんにお願いしてるんですけど全然来なくて、そう本当にイヤホンがないとね仕事にならないなってめっちゃ最近思ってて、移動中とかもやっぱり私ずっと振り V、本番前とか振り V とか見たりしてるんですけど、そう、でもイヤホンがないと聞けないからイヤホン大切だなって思って、そう深く思いました。50分くらい、55分とかに終わろうかな。でメールを20分くらい前に1通送ってて、もう1通送ろうかな日曜日と思ってるので55分くらいに終わりたいと思います。服可愛かった、ありがとうございます。あの黄色の服かな多分。ありがとうございます。今日はすっごいね、もう本当に歌って踊ってってなんか無駄になんかしてたから眠い、なんか帰りの電車でめっちゃ爆睡してました。蝶々のネックレスだって、そう今日は蝶々のネックレスしてます。そう今日は蝶々のネックレスしてるよ、蝶々ちゃんしてます。首がカクってなった、うん普通に上向いて私寝る人なんだけど上向いて寝てた、ずっと今日はショールーム終わったら速攻お風呂溜めて速攻入って速攻今日は寝ます。今日は本当にね頑張った自分、レミちゃんと頑張りましたよ。レミちゃんは、レミちゃんとは結構自主練仲間って言ったらあれだけど一緒にねよくそう本当に自主練したりすることが多くて、そうそうそう、ここで稼働報告、陸上道、神様どう思うんですか、じゃあ名前はレオ、歌ってます、聞いたんですけどなんか悲しい。セッキーさんありがとうございます。ウホウホホさんもありがとうございます。チェリチェリポン、なんかちょっと顔痩せたんじゃない、そんなことなさそう。そう今週1週間皆さんどんな1週間でしたか。
なんか映画とか見に行きたいな。映画とか見に、髪で変わりますね。本当？髪で変わる？でこうあげたら。明日髪型どうしようかな。どうしたらいいかな。え、明日の会場って渋谷のど真ん中だね。明日どうしようかな。髪どうしようね。ハーフアップとか。悩む。悩む。悩む。ツインテール？ねえ、待って、この角度ブスすぎない？見て、なんかハンギョドンみたい。こっちもブスだし。ハンギョドン、ハンギョドンです。あハンギョドン、みんな知ってる？ハンギョドン、最近レイちゃんのこと気になってますだって。え、嬉しい。私のことを気にしてくれてるなんて。なんか誰かに気にされるって嬉しいんだよね最近。なんか超寂しい子みたいだけど、なんか気になってるとかそういうの言われるとすごい嬉しくなります。なんか自分のことを好きな人がいるんだって思うと嬉しいです。十二師団のムンさんさん、ありがとうございます。ありがとう、さようなら幼稚園。友達はいいもんだ、言いたいことが言えるんだ、困った時は力を貸そう、遠慮はいらない、いつでもどこでも君は見てるよ、愛を心に君と進もう、ために一人はみんなのために、一人はみんなのために、一人のためにって歌、知らない？なんか小学校のなんか朝に歌いましょうみたいな、そうそう、小学校の時に歌った歌。あとはなんとかバンガロー、バナニャーも株
すりゃりゃあと少しほほバイクを鳴らせば素敵なパーティーみんなで夜行を呼ばあびきゅるるる夜は長いよちゃ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 んとかあと何歌ってたっけ小学校なんか小学校の時めっちゃ歌ってたよいろいろ小学校なんかいろいろ歌ってたの小学校の朝の時間に諸越さんありがとうございます小学校はねいろいろ歌なんか朝の時間に歌わないといけないみたいな YSA さんもありがとうございますそうあとね何歌ったっけね朝の歌効果は違うね効果は全然違うんだけどそうみんなは一人のために一人はみんなのために一人のためにみんなは一人のために一人はみんなのためにみんなは一人のために一人のためにほうるると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 るんだるんだるんだるだるだるみんなで夜行よバーベキュールルル夜は長いよちゃ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 んはいとかなんかいろいろ歌ってるのが小学校の歌なんかないのかな小学校の歌幼児系の歌ほっほあとなんかあれあったよねなんかセミがリンリンリンみたいなバッタがヒューヒューヒューみたいななんかあったよねなんかそれは結構有名じゃないかなみんなの歌って本もらって朝歌ってましたえ懐かしい待って待って待って私もみんなの歌だったわ懐かしすぎんさすがにさすがに懐かしすぎちょっと私がじゃあショートカットにしたらっていう模擬しよう似合わないから見てて似合わなほほほバイクを鳴らせば素敵なパーティーほほほバイクを鳴らせば素敵なパーティー私の顔的になんかロングの方が顔がちっちゃく見えるねやばい鼻水出てきたほほーてる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 さっき明日も寒いのかな明日って何日だっけ12日明日って12日だっけ明日は暑いの明日は暑いの今何分だろう明日は何日だっけ明日13すごい初見の方たくさんありがとうございます嬉しいぜひぜひ明日はえ、待って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 明日は晴れなんだ13かありがとうみんな時間もいろいろ教えて13が明日であ13え待ってあそっかイベントの日が13かカースイが寒いんだ寒いとさ服装悩むよね明日のあれレッスン着は長袖の方がいいのかなでも歌ったら10度ぐらい下がるコートじゃんそんなのコートの季節になっちゃうコートの季節にね
なっちゃうよね。ね、体調崩しやすく。じゃあ今日はこんくらいで終わりたいと思います。うん、13位ピンクカメラさんありがとうございます。12位はキヨシさんありがとうございます。11位はマックスさんありがとうございます。10位はスギリンさんありがとうございます。9位はハマちゃんマンさんありがとうございます。12位は12師団のムーンさんありがとうございます。7位は天使閣さんありがとうございます。6位は幻さんありがとうございます。5位は YSA さんありがとうございます。4位はもろこしさんありがとうございます。3位はセッキーさんありがとうございます。2位はウホホさんありがとうございます。1位はどさんこトントンさんです。ありがとうございます。じゃあそれでは皆さんまたぜひ見てください。ありがとう、いい日曜日をありがとうございました。じゃあそれではバイバーイ。